の間にか葉桜の季節となってしまいました。三島様のおかげで大義の大切さや日本の魅力に気づかされたことに大変感謝いたします。この度お願いがあり伺いました。先日訪れたミロさんの願いを聞いていただけないでしょうか。彼には大切な友達がいます。その友人はル・マンというフランスの町に住んでいます。その友人はただ人を助けたいと思っているだけなのに、それを妨害してくる人たちがいるようです。三島様があの時市ヶ谷駐屯地でクーデターを起こしたように、フランス国立聴覚研究所でクーデターを起こしてはもらえませんか。彼の友人は思うように外出できず日本に来ることができませんでした。ですがそんな友人のためにわざわざ他に訪れ三島様に訴えかけたのです。その時自分は三島様の天使精神や大義がしっかり引き継がれていることを実感いたしました。どうか彼の願いを聞いてもらえないでしょうか。坂口より。